写真拡大。全3枚。オープン戦、ヤクルト8の3阪神。23日、浦添目覚めの一発。オープン戦が23日に開幕し、阪神はヤクルト戦浦添に3対8で敗れた。敗戦の中、高山俊外野手25がバックスクリーンに意地の本塁打。試合前に矢野陽大監督50から助言を受けるなどし、復活の兆しを見せた。2016年には球団新人のシーズン安打記録を更新して新人王に輝いたジャクトラが、中堅争いの先頭に躍り出た。ただ、まっすぐに押し込んだ。思い出したかつての感触。白球がバックスクリーンに消えると、球場はトランペットの大演奏に包まれた。高山がオープン戦第1号。力強く照りつける太陽の下、目覚めの一発をかけた。ホームランバッターじゃないので、ホームランはバロメーターではないです。こすらずバットとボールが噛みました。本人は謙遜したが、打球は雄弁だ。賛否、左派と無安打で迎えた8回、先頭の第3打席。ヤクルトの2年目右腕大下の141キロ直球に踏み込み、振り抜いた。前半はファウルにしてしまっていたところを完璧に捕まえ、最深部へ運んだ。21日の広島との練習試合、宜野座で4試合ぶりに敵地打を放ち、きっかけをつかんでいた。この日も試合前の打撃練習を終えると、矢野監督から声をかけられた。器用だからこそ、ボールに合わせるのではなく、振り切ってほしい。マサルの助言が背中を押していた。打たされるというバッティングはもったいない。だから、ちょっと振っていこうというようなことを言っていた。初めての対戦の投手で、2段モーションの初球を仕留めたというのは価値があると思う。21日の試合前にも振っていこうという内容の助言を与えていた矢野監督は、目を細めた。1年目の2016年には、球団新人記録の136安打を放って新人王に輝くなど、非凡なバットコントロールが持ち味。だが、飛距離の向上を求めたことなどから2年目以降は不振に陥った。結果を求めてうまく打とうとして、手先だけの打撃になっていた。フォームの崩れがある場所に現れていた。二人で一緒に見たわけではないけど、本人と話すと同じ意見だった。16年はこういう形で打っていたと。前日22日に16年と現在の映像を横並びにして比較できるものをチェックした。中堅方向に押し込む打撃で安打を量産した3年前のフォームに比べ、最近はかかとに重心がかかり気味だった。それを確認して、この日の打席へ向かった。復活の兆しとなる一発に、同コーチも久しぶりにあの方向にホームランが出た。になる一発だったと思うと唸った。昨季は45試合の出場にとどまり、二軍暮らしも長かった。一時は落ち込んだが超積極的を掲げる現在の指揮官の下で、前向きさを取り戻していった。今は、エゴエや DH、近本浩二外野手、大阪ガスらと争う激戦区。一発という分かりやすいアピールを決めた高山は良かったです。競争についてはそれはどうですか？競争をひたすらに駆け抜けていく。竹村だけ。高山の一発について巨人、田中スコアラー、もともと持っているものがいい。
と出始めたという感じ。ここからもっと調子を上げていくんじゃないですか。結果出ず悩んだ。7日の紅白戦に白組の5番右翼で出場し、3回2死2塁では右翼戦に敵陣2塁だ。しかし、11日の紅白戦は2打数無安打2四球。14日の練習試合楽天戦も3四球で無安打。17日の日本ハム戦は4打数無安打と、江越やルーキーの近本がアピールする中でなかなか快音が出なかった。21日の広島戦でようやく右前打。結果にならずに悩んで、難しい部分もあった。形を崩してでもヒットを打てたので、そういった部分では良かったときっかけをつかんでいた。